はい、皆様こんにちは。コミッティ宮城でございます。本日は映画やテレビで俳優が着用した時計にフォーカスするアクターズウォッチ、こちらを配信したいと思います。内容に関しましては、新世代のスパイヒーロータロン・エガートンのつける腕時計でございます。こちらの内容に関しましては、コミット銀座映画好きスタッフが執筆するコラムをもとに私が YouTube にて配信しております。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。第35弾の今回はタロン・エガートンの腕時計をお送りします。タロン・エガートンと名前だけ聞くと誰と大思いになるかもしれませんが、映画キングスマンシリーズの主人公と聞けばピンとくる方も多いのではないでしょうか。日本での知名度はまだそれほど高くはありませんが、今後の活躍が期待される俳優の一人としてアクターズウォッチで取り上げてみたいと思います。まずはキングスマンです。ロンドン中心部サビルローの老舗キングスマンは、表向きはスーツの仕立てが評判の高級テーラーだが、その実態はどこの国にも属さず日々悪と戦い続ける絶対中立の国際諜報組織キングスマンの拠点。世界の脅威と戦う正義のエージェントの活躍を描く本作で、タロン・エガートンは亡き父の後を継いでキングスマンの候補生となる不良青年、主人公のエグジー役を演じています。この作品でタロンエガートンがつけているのは2002年創業の新興ブランドブレモンのクロノグラフ。パイロットを父に持つ兄弟が本格的なメイドインイングランドの機械式時計の製造を目標に設立したパイロット&ミリタリーウォッチの新鋭メーカーです。キングスマンのエージェントたちは皆仕立てのいいダブルのスーツにオックスフォードの革靴という絵に描いたような英国紳士のいでたち。クロノグラフのパイロットウォッチは少々トゥーマッチに見えなくもありませんが、派手なアクションが売りの本作において、三振のドレスウォッチは華奢すぎて説得力がありません。それよりも高機能なミッションウォッチに高級感のあるカーベルトを合わせることで、最強の英国紳士というキャラクターが際立っているように思います。なお劇中にはブレモンの創業者ニック・イングリッシュもカメオ出演しておりますので、お見逃しなく。続いてキングスマンゴールデンサークル。ドラッグを使って世界征服を企む世界最大の麻薬組織ゴールデンサークルと秘密のスパイ組織キングスマンの戦いを描くシリーズ第2弾、キングスマンゴールデンサークル。正式にキングスマンの一員となったエグジーを演じるタロン・エガートン。一作目ではまだまだジャージの方が似合っていたエグジーですが、本作ではすっかりスーツやタキシードにも慣れ、仕草や雰囲気はこれぞまさに英国紳士の佇まい。劇中のセリフ通り、マナーが人を作るを体現しております。1作目ではブレモンの機械式パイロットウォッチを身につけていたキングスマンのエージェントたちですが、本作ではガラリと変わってタグホイヤーのスマートウォッチコネクテッドモジュラー45キングスマンスペシャルエディションを着用しています。これはピンクゴールドのラグに黒のベゼルを配した高級感ある仕上げの特注品。本作ではこの時計がハッキングツールやレーダーなどスパイ映画らしい秘密兵器として大活躍を見せることになります。サイズはやや大きめで袖口への収まりは悪いものの、タグホイヤーらしからぬシンプルでゴテゴテしていない外見のおかげでスッキリとした見た目になっているように思います。ピンチの際は瞬時に操作しなければならない秘密兵器だけに袖口に収めて操作に手間取るよりも、こちらの方がスパイ的には正解なのかもしれません。続いてはロケットマンです。イギリスが誇るシンガーソングライターエルトン・ジョンのジェットコースターのような波乱の半生を描くミュージカル電気映画ロケットマン。タロン・エガートンは主役のエルトン・ジョン役を口パクなしで演じきっています。実はエガートンは演劇学校時代に歌唱コンクールで優勝するほどの歌唱力の持ち主。歌手を目指す動物たちの奮闘を描いた大ヒット CG アニメシングでも、父親と反目して歌手を夢見るゴリラジョニーを演じるなど、ミュージカルはお手の物。本作でプロデューサーを務めるエルトン・ジョン本人からお墨付きを受けた歌唱力で Your Song、ロケットマンなど数々の名曲を披露しています。そんなエガートンが着用しているのはきらびやかなダイヤモンドウォッチ、ショパール・インペリアーレ。エルトン・ジョンの派手なステージ衣装にも負けないインパクトを残しています。ショパールの社長兼クリエイティブディレクターであるキャロライン・シューフェレとエルトン・ジョンはチャリティーイベントなどを共催している旧知の間柄。彼女はショパールのジュエリーや時計がタロン・エガートンをエルトン・ジョン卿に変身させることを嬉しく思うとのコメントを残しています。
変身させられるだけのインパクトを求めた結果がこの時計であったのでしょう。まとめとなりますが、いかがでしたでしょうか。現時点においてタロン・エガートンが映画の中で身につけているのはスパイヒーローやエルトン・ジョンというおよそ一般人とはかけ離れた強烈なパーソナリティを演出するためのそのキャラクターに強く紐付けられた時計のように思います。そのためキングスマンの時計、エルトン・ジョンの時計という印象の方が強く、タロン・エガートンの時計というイメージはまだまだ確立されていないと言っていいでしょう。今後どこにでもいそうな一般人などタロン・エガートン自身の魅力を存分に発揮するような人物を演じた時、その腕につけられている時計がタロン・エガートンの時計というイメージになっていくのではないでしょうか。今はその作品の登場を楽しみに待ちたいと思います。はい、本日の内容はいかがでしたでしょうか。私自身キングスマンの映画が本当に大好きでございまして、タロン・エガートンがかっこよく着こなすスーツスタイル、こちらをいつも参考にしております。今後のタロン・エガートンが出演する映画が楽しみで、仕方ありません。ぜひ皆様も今回の動画を見ていただいたことで高級時計そして映画に興味を持っていただければ幸いでございます。コミット TV では毎日高級時計にまつわる情報を配信しております。チャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録をお願いいたします。それから動画の内容がいいと思っていただいた方はいいねボタン、こちらも忘れずによろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。